こんにちは。オーバーウェルムドというゲームです。なんだかはわかりませんが、 You can move around using WASD。 はい。 In this game you need to trace a path that creates rooms with doctors and patients. Each doctor can take care of up to two patients and every patient needs to be attended。医者が1人と患者が2人っていうペアをパスで作らないといけない。ウィットネス系か。どれが医者？マスクが医者多いね。スペイン has a public health care system which means that you can go to the doctor for free。 あ、そうなんだ。これ現状こんなことになってますですね。なるほど、そういうゲームの使い方あるんだ。いや、いいね。パズルを通じてで別のものを伝えようとしているやつだ。僕はまあとりあえずパズルの面に着目してこのゲームを評価しようかな。そのここの文章の分ところについては各自翻訳してみてくれ。まあそこが重要なんでしょうけどね。うわお、スタート直後に医者が2人いた。割って割って次。いやー、まあでもアプローチすごいいいね。面白いね。たったそれだけ、たったそれだけのアプローチ。 Now you are going to be managing two hospital turns. Patients come and go. Patients come and go. 病院。But doctors say you need to solve both puzzles. You can switch freely between them pressing E.両方を解かないといけないっていうこと自体は変わりはない。パズルが2画面。Now doctors can attend more patients. A doctor can cover up to three. Patients on the first turn. ButThat same doctor will be tired on the second turn and will take only one patient. なんだ。左では3、右では1。右1だとクリアできなくないか。これはどういうことを指してる。3と次が分かんないな。違う、左では3で、右ではドクターが疲れちゃったら1しかできない。最初の、あ、違うな。なんか色違うな。肌の色が比較的健康な人は3見られるけど、見られない。2なんだこれ。左は3見れて、右の人は普通の医者が2人で、疲れてる医者は1人しか見ることができないと言っています。あ、誰か見てくれ。1人見るで、この疲れてる人は1人だけ。Primary care doctors in Madrid attend dozens of patients every day. 左は従来通りのパズルで、3人になったパズルで考えればよくて、
左普通にむずくね。あと右側が私で見えてないところがありますね。こうなっています。右側は 1,2,3,4 医者が全員疲れているので 1,2,3,4,5,6 あれ無理じゃね。右側見られない医者がいますね。これなんだ、ダメなんじゃないか。普通にパズルが難しくなりましたわ。ダメだ。これと、あ、左を、ん？あ、違うぞ、むずいぞこのゲーム。左と右で医者の位置を共有してるんだ。ここで3人見なかった人はまだ余裕があるから、この人だけは今1人しか見てないから合計3人見れるので、あと2人見れるようになっちゃうんだってこと？あれ？すげえ難しいこと言ってない？同じパズルでどう解くかによって右の解き方が変わるぞってことね。すげえ難しいことを言っているよ。右って、だからこれじゃダメなんだよな。左を、左で222しないとダメなんだよな。ここはこれを2で見て、ここはこれを2で見て、こっちが33で見ると、こっち側がまだ2人見れますよっていう人が2人いるから、可能か。いや、ここはもうここまで来たらウィットネス力を、俺のウィットネス力を信じてくれよ。可能なんだよ。というか、同様に医者が4人、右の番を見ると1,2,3,4,5,6、患者は6人いるので、健康な医者を2人は残さないといけないため、こちら側では331322か、1231231212、そうね、3322にして、こっち側で誰を残すっていうのを考えないといけないのかな。こっち、だからでもどうとでも引けるなら引けるわ。多分やってみよう。3人ダメだ。こっちでもいいの？33ゲゲ、下が22になる。これだとその場合に、そことそこは22で見れる。
考えよう。医者は1,2,3,4,5人1,2,3,4,5,6,7,8。1,1,2,2,2になりきるよね。だからこっち側で3,3,2,2,2 1,2,3 1,2,3 1,2,1,2 1,2、うん、3,3,2,2,2ならいけるっぽいな。あとはやってみよう。医者が2人入っちゃうの。一旦まあ2で区切るはありっちゃあり。君は2だとします。他も3です。あなたも2で、いやー3、医者が2人入っちゃうな。なんとかしたいけど、最初は悪い。こっからでもこっちに行って大丈夫なんだろうか。大丈夫ではあるか。3,2、まあ3、とりあえず手なりでやってみた。するってとこうなって、この2人が2,2抱えることができるよ。これが終わってないか。こう囲まないとダメだ。この人もいけるじゃん。だいたいこういう感じの線を引きたいんだけど、ゴール前だよね。ここがこれが切れればいいってこと。逆走できるかな。いや、こう、ん？いや、ダメだって。そこの二人が割れない。これはどうなんだろう。左側のチョイスミスの可能性がでかい？左側のチョイスミスの可能性？ここがね、うまくいってない感じするよね。これを2,2じゃなくて3,3にできたらなのかな。ここで この人がこうやって囲むこともできるわけだから、いやダメか。もうちょっと見てみるか。こっち側、これで解けるなら解けるはず。割と新しいね、この。でもウィットネスアッシュとしてこう見た時に、この線のくくり方で変わるルールって実はそんなに見たことないかも。スターターこっちのがきついんだよな。いや、これはきついでしょ。なんとなくこれはやっぱダメなんじゃないかという予想が立ってる今。
ここはきついんだよな。うん、そうだね。そこはきついんだよね。そこはずれてれば、左側考え直してみるか。この二人が、2-2になるのはまずい。ん？何してんの？最初に区切ないといいなら、その通り。ここは最初区切って、3。医者は同じ空間に入れてはいけないよ。そうか、それがあるからここを分離しないといけないよねが絶対出るんだよな。ちょっと訳わかんない線になってます。今これは無理だろう。だってスタートはこう聞いた時点でこっち側のラインにこの医者がいるの確定なんだから、どっかでこう縦に分断しない限りはこの医者はこの医者とこの下ラインにいる医者と競合するんよ。なんとかしたいよねってことで、これも同じか。これも同じ。上ラインの医者が競合するよねって話。さっきどうやって解いた？解き方自体はさっきのやつで方針は良かったはずなんだよね。ただ医者が下の医者に3取らせたいっていう動き方ができるかどうかとは。こうするとこれとこれがかぶる。この線は変。ここでこう区切るわけだが、ここで一人持ってきてもらってダメか。そうするとこれとこれがかぶる。やっぱこうなっちゃわない？これだとさっきと同じだよ。ここの二人が2-2取るのはきついからって話で戻したのに、せっかく。残りの人は全部3、そうでもないか。3、2、3。ここで誰が2を取るかを変えられる？でもこの人は3だから、この人で3行かずにこの人で3行った方がいいのかな。どうやって？無理じゃない？あれ？やはりこうなるんだが。でもこれはなんかな、解けなかったもんね、さっき。まあ解けるなら解けるけど。これはさっき解けなかったんだよな。ダブルでしょ。やばいな、パズル8問目に詰まってるようなのじゃダメだぜ。だよな、どうしても左側の解き方が間違ってるよねっていうので今頭が固まってて、右側をまともに解こうっていう思考になってない。どうせ左違うでしょっていうので停止してる脳みそが。どうせ左が違うんでしょう。だから解けないんでしょう。解けちゃった。じゃあ普通に解けたんかい。医者が1、2、3、4、5、
左右の図を見ると、患者が 1,2,3,4,5,6,7,8 に対して医者が5なので、さっきと同じで1,1,1,2,2。何言っとんの。医者が5人で5等分しないといけなくて、患者が8人で、1,2,3,1,2,3,4,5,1,1,2,2,2 なの。だから左側が3,3,2,2,2,1,2,3,1,2,3,1,2,1,2,1,2,3,3,2,2,2 で区切ればいい。五等分が普通に難しい。当分が普通に難しいはあるよね。これダメっぽいか。こういう周囲の囲い方は良くない。あの人負担高すぎるね。最初に一人食ってればこれでクリアできたはず。あれ違うくね。いやなんか変だな。何か間違えた。これは無茶。先生2人入っちゃうな。左が難しい。難しいか。これで分けられるけど患者の数が変。これが1人なの変だよね。1,2,3,4人。あの人が4人見るのきつい。ここは鍵っぽいよね。なんかこのここにすげえ固まってるのどうやって分断しますかの問題な気がする。 1,2 これはダメっぽいですよ。ダメっぽいですね。普通にむずいんだけど。
おい、普通にパズルがむずいことあるんか、このテーマで。そんなことあるんだね。とりあえずは解けた。健康な医者はこれとこれが、1人ずつ、いや2人ずつ取って残りが1ずつだが、積んだ。あれ？あ、いや、下にも1人健康な人いたな。この人も健康なんだ。あーと、やべえ。あ、そう、アンドゥのアンドゥください。やっちまった。どうやって引いた？さっき右側の盤面だけリセットしようと思って全リセットしましたね。どうやって解いた？これをこの人が拾ったんだっけ？なんか変な。この人じゃないな。こんなんだっけ？健康、健康、ん？ 1212、ん？ 1,2,3,4,5 で 1… あれ？聞き方が変じゃない？これ3,3,2,2 にしないといけないのに、2222。あれ、もう一人いるはずだ。あれ、これがなんでこの人は疲れてんの？2だよね。患者2人の人はまだ健康なはずなんだけど、あれ、なんでこの人は潰れたんだ？この人潰れられるとクリアできないんだけど。え、何それ。あー、なんかバグってる。戻った。なんかバグってましたね。これで22211でいける。22211だから、解けることを祈りたい。ダメでした。ダメでした。ダメでした。これダメじゃないな。ダメですか？ダメじゃないな。ない、なんとかなる。You want to reach the end of this puzzle by solving a puzzle. Check the help menu. なんか最終ステージなんかやらせてくるっぽいぞ。
そろそろあれだね、その伝えたい内容的にそれでも医者は足りませんみたいな方向に持ってきたいんじゃないのか。ヘルプを押さないとクリアできないらしいんだよな。とりあえず考えてみると、医者が 1,2,3,4 人で、ああ無理だね、4人でフルで 3,3,3,3 取ると絶対こっちでは数が足りないのでヘルプが欲しい。スキップザレベル ?E でスキップ、え、そんだけ、なんか医者が増えるかなとか想像したけど、そんなことないのか。まあ、まずやるとこうなるっていうことで、やるとこうなるね。ここでヘルプないか。まあスキップレベルやってみる。Yeah, you can't really solve the last puzzle. It's not fair and I hate when games do that. But the only way to fix this situation is by hiring more doctors and making sure they can do their job. やっぱそうだよね。医者が足りないんですよっていうことをここで主張していますね。The game was published on November 4th. Yesterday there was a massive demonstration in Madrid, which the regional government has dismissed, arguing only 20,000 people attended. The picture tells a different story. I really hope we can change the direction this is going. And that's all. Thank you, Paul. いいね。まあ、いいゲームでしょうね、これは。僕もさっき言った通り、その社会的なもの抜きでパズルとして見てると、パズルとして見てるだけでも、その途中でルールが変わるっていうのが面白いですよね。人気の人数を抱えることができて、その結果が次の盤面に影響してしまう。パズル的に難しくしようとすると難しくなるよねっていう予感がするあたりで、それも結構悩んだよね。8、9あたりが普通に難しかった。分ける盤面の数が医者が増えるほど増えるので、分け方が制限されるはずなんだけど、取り方をミスると一向にゴールできないっていう状況になるから、なかなか難しい状況でした。T で、T でイスパーノール。リスタートしたらこれになってたんだよな。ということで、オーバーウェルムドというゲームでした。